どうもピアキングです。今日はこのコースやっていきます。ブロークゲームフォレスト、森の壊れたゲームということですね。まあトロールコースでブロークっていうワードが入ってたら大体バグコースが来るんですよ。さらにこの制作者 50FTLOCK さん、この方が作るコースだったら間違いなくバグが来ると思います。なんで僕の周りにはこんなに壊れた人が多いんでしょうか。だからこれを見てるみんなも壊れてる。それじゃあやっていきます。クリア率は 1.3%。 そういや最近こんなコメントもらったんだけど、ピオキングさんと同じコースをやってみた時に私はそこまで引っかかりませんでした。ですのでピオキングさんは下手くそなんじゃないんでしょうかって。ふざけんなよ、たまたまだよ。他のコースもやってみてくれよ。絶対に僕以上に引っかかるからね。でこの下はなんだ、怪しすぎる。なんだお前。こんな砲台に押し出されることある？絶対罠だと思うんだ。ここ全部隠しブロック、ここないじゃねえか。でも上には行けそうにない。もう右下に行くしかないよな。多分ここ落ちるだけだと思うよ。何かあるわけねえだろ。今日今く落ちる。だいたいトロールっていうのはね、トロールを知り尽くしてる人だからこそ引っかかる罠っていうのが結構あるんですよ。君はあまり知らないからこそ罠を回避できたんじゃないか。まあ正直に言いますよ、僕はテクニックっていうものを持ち合わせちゃいません。ですがあなたよりも絶叫がうまいと思いますよ。そんなテクニックいらねえんだよ。これさ、カロン必要だったんじゃない。浮き輪絶叫っていうのもね、テクニックがいるんですよ。みんなが聞いてて不快になる絶叫と不快にならない絶叫っていうのが、僕はその不快な絶叫の方ですね。じゃあしゃべるなよ。カランパン何？カロンの甲羅、カロンの甲羅でヒップドロップしてこのパンブロックを壊せと、そういうことで。うわ、この骨落ちてきそうじゃない。一旦やってみようか。ちょ、やめてよねって思ったら振ってこないの。ありがとうありがとう。いやこれ右のハテナブロックすげえ怪しい。一旦左から叩いてみていい？こっちが。そんな難しいことさせないよな、多分これで。あ、大丈夫だね、全然ぬるいよ。これは上に先行ってみようか。ハテナブロック叩く必要があるのかな。下は、下は特に何もないか。頼む。あー、なんかこうヒップドロップしたらよかったじゃん。なんかカルの甲羅とパンブロックがあるじゃん。あっちは、いけない。お前浮いてくんだって。沈めー。ならハテナを叩いてみます。とその前にこん中のブロック何が隠れ、ちょ危ねえよ。いけ。叩かせてくれないのね。で雲に乗りの、これはカロの甲羅必須か。カロの甲羅を履いてまた雲に乗ります。でこのつららを抜けていけっていう感じだね。じゃあ脱いで先に進もうか。さっきの下の部分めちゃめちゃ気になるな。なんかあったんだろう。みんな勘違いしないでほしい、僕はちゃんと下に降りようとしたんだよね。でも上にジャンプしてしまうみたいな。これ、あ、もう終わった。これジャンプしてしまうんだよな。下押しながらピー。きったね、喘ぎ声2連発はいらねえって。こんなコメントももらったんですよ。男のそんな汚ねえ声聞きたくねえって。じゃあ女性だったらいいのか。女性が、あー。いいのか、そっちの方が嫌じゃない。じゃあこれはチビになること必須だったんだね、記録を取って。うわ、これどっち行く。叩いた瞬間左に行こうか。それだってんじゃない。何もしないでよかったと。あ、これこのまま一旦上行ってみる。何かありますみたいな、特に何もないのね。え、ここはどういった罠に引っ掛けようとしたんだろうね。まあいいか、先に進めるもんは進ませてもらえるのかな。ここに何かあるのかな。そんなんわかるか。さっきのヒントはここのことだったと思うんですけど、このガリガリの下に行けっていうことだったよね。え、どうやって行くんだろうね。ヒップドロップしてみようか。これで、あ、先に進めるのか。よっしゃしゃし、下に閉じ込まったと思ったぜ。さあ毒のリュートよ、行ってくれ。待て待て、あのファイヤーバウが危ない。あいつが行った後に行こうじゃないか。行きすぎ。今日のトロールコースそんなに難しくないような気がする。ちょっと緩くない？とか何度か言ってたらすぐに引っかかっちゃうんだろうな。さあこの砲台を越えの、何かして来いよ。罠が全然足りねえって。この場には乗ったらどうなる。何この、うわー、まるで制作者さんは僕がこのバネで遊ぶことを見透かしたような罠でしたね。さあこの魚をかわしいの、このハテナブロックを叩く強引か。いやしかしこのバネ何なんだろう。これめちゃめちゃ好きかもしんない。もうバネない、バネはバネじゃない、バネんでバネんでバネがバネんだ。もういいって。
くらいくらい。これさ、50コイン取れるんじゃない？50コインだけ取っていこうか。いけるよね。うん、へいじゃないんだよ。ここは全部かわしていきます。で、パワーブロック叩きの。この土管全部入れないのかな？バゼンだー！みんなかけてもいいね。そろそろ中堅ポイントが来る頃だと思う。パウでっかあのパウでマリーが見えなかったって。お、中間じゃん。で、ちょっと待って、最初からやり直しとかいうことはないよな。やっぱりそうじゃないか、上登りです。楽じゃねえんだよ。そうだよ、俺はアヒルだよ。私ピオキングっていう名前なんですけど、実はアヒルなんですよ。なんでかそれは僕にも分かりません。ここはしゃがみをしっぱで大丈夫。それ中間切った？絶対切ってないよね。マリオのマークついてなかったもん。もう戻らせてよ、戻らせてって。お願い、もうマーク邪魔すんなって。いや、一回やられるまで分かんないもんな。カキは何してくる？どこに行けるの？おぶちゃん。うわ、これどこ行こうか。これ叩きたいけどさ、先にリンク取っておくのが正解だと思うよ。で、ここで、あ、鉄球だと思うね。だから叩いてこう。なんか歯がちょっと腹立った。ちょ、爆弾邪魔すんだよ。で、これはジャンプ C の、いや、先に爆弾出した、出してください。いや、やっぱりさっき中間取れてなかった場合で、私ですね、笑うことが結構多いですよねってめっちゃ言われるんですけど、これで中間取れた、なんていうのかな、チャリンコとかで友達と一緒にいてこけて笑ってしまうみたいな、自分でなんかそんな感じなんだよね。だから笑うことが多くなってしまうみたいな。ここでリンク取ってどうすればよかった？先に爆弾出しておこうか。お前戻ってくんだって、邪魔だって。もうこれ先に行っていいのかな。先に行くよ。で、ジャンプ C の右押しっぱで、ここで爆弾を出しておけば問題ない。これは右に逃げておこうか。縦でガードしてもよかったんですけどね。うわ、次どうしよう。これ吐ける？右上は特に何もない。なんかあるな。まあまあ、これはな。ハラピー、なんか今年さ、羽やりがめっちゃ多いって聞いたんだけど、みんなのところはどう？僕んちもね、ちょいちょい出てくるんだよな。もうやめてやめてやめてよ。まあこの時期になってくると、どうしても虫とか多くなっちゃうよね。ムカデとか出た日にはマジで心拍数2は上がるからね。で、口が悪くなるんですけど、しがー向かって向かってね、ウマギラを振ってますね。じゃあこれは蹴っていいの？俺はムカデか。蹴ることはきっと間違いだ。下押しっぱで問題だ。分かったよ、これ丸々に当たるだけでいいんだ。そうするとブロックが壊れてくれますみたいな。で、土管に入れると。全く苦労させやがって。あんなに人をバカにしたようなコース作ってんじゃないよ。じゃあこれはツタに登っていく。で、このブロックは何なんだろうな。あは、バグを持ってきやがってる。このブロック貫通して下に強制的に連れて行かれたんだよな。危ねえな、このまで。なになになに、さあ簡単に引っかからないよって。で、このオンオフ欲しいの？こいつか？あ、あ、ちゃっ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 、墨だけ。何もワードが出てこなかった。いつもいつもね、新しいワードがポンポン出てくるほど器用な人間じゃないのよ。だいたい6割から8割いつもと同じリアクションを取ってると思いますね。だがそれでいい。いや、それがいいんだ、ピオキング。それで自己肯定感を上げてゲーム実況をやっていけ。そうすればもっと楽しくなるさ。やっほー、そう、僕は面白いんだ。あー、いや、まだ大丈夫、まだ大丈夫だよ。これ上がれるよな。引っかかりませんよ、そんなものには。で、ピンクコイン1枚ゲット。で、ここからピンクコインコースなの？おい、ふざけんなよ。マジだよ。こっからまた長い戦いが始まるみたいな。一番左から入っていこうか。お、ここ2枚くれんじゃん。てめえはいらねえんだよ。これはめちゃめちゃ楽なんじゃない？すぐ終わったね、一番左。だから1枚目だけ回収して戻れみたいな。他のところもそうだったら優しいよな。で、あ、なんか一番右増えてるね。こっちは何？なんかさっき2つしかなかったように見えたんだけど。あ、そうだろ。頼むよ、中間ポイント戻しっていうことはないよな。いや待てよ、ピンクコインもう2枚取ってるじゃん。だからこっから罠が変わってるんじゃない？さっきの真ん中の土管何が気になるけどね。まあ進んでってみようか。この羽あれ、何も変わってなかったわ。ただただ中間ポイント戻しっていう感じだったね。いや、引っかかっちまったわ。いや、ここはなんか普通にありそうだな。何もしないで大丈夫。で、左の土管は入れるね。でもダメって書いてたよね。じゃあなんで言ったんだよ、俺のバカ。じゃあさ、この真ん中のところにピンクコインが2つあるっていうことなんかな。いやいや、それは優しすぎんか。ほら、うわっ、バッキー。
ならばここは走って抜けようけ。魚ごときが俺の邪魔をするね。はいどうもこんにちは。この恋は何？あっ！いけねえかなこれ。隙間を縫って。ここ超魚だ。もうすべて早く行こう。ここでジャンプしのコインに見とれない。さあドアに入っていきます。でもう一個あるんだろ。何もしない。なんでだよ。いやおかしいって。このコンボを突き抜けてくるなんてさ、お前もなんだよ。いんじでこれはどうやって行くんだろうな。泳げるわけでもない。あれあの弾必要だったんじゃない。絶対そうだよな。ポンプ来てくれる。それともなんか右上開いたけど、これどうやって行きゃいいの。いけー。行けるわけねえだろ。分かった、これ最初から右ダッシュしちゃったら大丈夫なんじゃない。そうしたら弾をこっちに投げてくれる。ハローじゃねえんだよ。誰だよお前は。でこの弾に乗っていけば大丈夫みたいな。うわ絶対上から何か来るって。大丈夫。ここで2、3回ジャンプ C の左に戻る。そうするとこのツタに捕まっていけばいいと。いやねえ宅配便さん、さっきの上聞いた。嫌なタイミングで宅配便来ちゃったって。絶対聞かれたって今の。しかもさ、内容が美容関連のものだったから、あんなやつが美容関連の頼んでんのみたいな、頭おかしいだろって思われてるって。これ立っていい、取れるから取らせてくれたね。で抜きのドアに入っていく。左はなんだ、あそこに何か隠してあるっていうことはなさそうだね。でここが大ジャンプすればいいのかな。普通にやるよ、届くかなこれ。大ジャンプ、やっぱり届かない。あ、このバネかな。このバネを左に投げからのここで乗ればいいだけの話なんだ。なんでだよ、俺より狂ってんじゃねえ。え、これ大丈夫ねえ、なんかこんなになっちゃったけど大丈夫。もうこれ最初からやり直しなんじゃないの。誰か助けろって。左にレールがあるじゃん、誰か来てくれるんだろ。これさ、俺が早く誰が来て。え、ほんと来ないの。ガバ発見しました。みんなもう一回頑張るの怖いからさ、ここを一番初めに来たわ。右側でやってってみようか。こっから大ジャンプしたら、やっぱダメだよな。え、なんか今度乗れるんだけど。じゃあこっから大ジャンプしていきますみたいな。多分これでよかったんじゃない。うわこれいける、大ジャンプ頼む。もういいってそういうの。え、もうやられないんだけど。頼むって、誰かこう来たんだよ。大ジャンプ天使のは多分これなんだけど、一回バネてしまったら次乗れるっていう感じなんじゃない。あ、やっぱそうだよな。どういう仕組みなんだろうね。じゃあこれは叩きます。でしゃがみジャンプしたら大丈夫っていうことだよね。これでもう終わりだと思うんだよな。でピンクコインさっき1枚取ってないからさ、そっちの方取り行きます。あ、ゴールじゃん。ちょろぶるせーだ。ここさ、ピンクコインを集める必要はなかったっていうことなんかな。お前にはやられねえよチョロプ。むしろ討伐しといてやるぜ。で上にゴールがある。あいつゴールさせてくれると思う。もう勢いで行っちゃおうか。いけ頼む。うわーなんでだよ。右からもダメなのね。頼む、中間ポイント戻しだけは。なんか嫌な予感がする。何これ。ねえ、めちゃめちゃ遅いんだけど。頼むって、も早く落としてよ。落とすんならさ、鍵みたいなマークになってるし、自分がさ、あ、これなんか伏線なんじゃない？自分が鍵ですみたいな、それの何か来る。もう何言ってるか分かんないけど。とりあえず早く落としてくれ。これさ、中間ポイント1っていう文字が見えてきました。嘘でしょ。いや、わかんねえ、まだわからん。実はこの先ゴールできるっていう可能性もあるわな。あ、ブロックあんじゃん。おあじゃねえんだよ、俺が言いてんだよ。わあってさ、息アップも取らせてくれねえし。で、ラルって何だったっけ。まあちょっとよくわかんないんですけど、はいどうも。あ、これさ、さっきのコースっていうのかな、それを全部見せてくれてんじゃない。もうそんなんどうでもいいんだよ。ゴールさせてくれよ JK。 あ、ジョーク、中間ポイント1ジョークみたいだ。いや、それだったらめっちゃありがたいよね。戻せ。くっそ、シーソーが来ると思わなかったな。でも引っかかったおかげで、あんな楽しい罠を見ることができましたよ。じゃあここは上に行く。そしてシーソーが出た瞬間で右、よっしゃー。
さいや今回は珍しく水中コースだったけど、やっぱりこの方が作るバグコースめちゃめちゃ面白いわ。どうもありがとうございました。はい、それじゃあ次のコースはこのコース、目指せヘディングのプロ。説明文にヘディングを極めろって書いてるんですよ。まあ私リアルでヘディングをしようとしたら顔にサッカーボールが当たってしまうぐらい不器用な人間なんですけどただこれはマリメだ。マリメの世界じゃヘディングのプロっていうことをみんなに見せてやるぜ。でさ、これ何も書いてないんだけど、コースの前方を見てみたら1の1そのままだったんだよね。だから1の1のコースで最初から最後まで敵を運んでいけっていうコースなんじゃないかな。いや絶対面白いよこれ。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0%。 たまにねこういうヘディングコースやるんですけど、マジで好きなんだよね。なんか面白いよな、頭でちょん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 していくの。さあこの鉄球を運んでいけっていうコースだと思うんだけど、これは普通に、あ、結構簡単なんじゃない？クリア率がさ 0.00% だったから1ギリあー間違いさえ向きまた。本当に好きこういうの。まあそんなに急がなくていいんじゃない？こうやってちょんちょんちょんってしながらゆっくり行こうか。まあゆっくり行くのにも限度があるけど、あんまり大ジャンプしない方がいいかもしんない。歩いて行こう。歩いてゆっくり行けばいいんだ。さあさあその調子いいぞ。マリそのまま最後まで行ってくれ。え、ちょっとクリボー邪魔だな。お前も邪魔だよ。はってな。ここさ、わざわざジャンプしなくちゃいけないのかな。このまんまで行けない？行けませんよ。ちゅうことはジャンプしながらクリボーも避けて、このブロックも避けていけっちゅうことか。ここら辺に、いや、ちょ、止まれ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 マジで楽しい。本当に楽しいよこのコース。今までやってきた1の1の中でトップ25ぐらいに入るぐらいマジで楽しいね。いや、これどうにかしていけないかな。お前何もかもぶっ壊すだってこっからん何をしようとしてんだよ。ごめんねみんな最初からで。ちょっと気になることがあって、4つ目の土管入れるのかなと思って、そこまで忠実に作ってますみたいな。あ、入れんっぽいよ。まあいいか。でね、さっきのところがマジで難しい。このクリボーラッシュのところがあるじゃん。ここを越えたらね、そんなに難しくはないと思うんだけど。よしよしよし、来た。いいぞいいぞ、そのままゴールまで行ってくれ。これもらっただろ。いけいけいけ、もうゴールまで何もかもぶっ壊せ。くっそまあこれゴールできるよなこれ本当に楽しいから、ぜひ皆さんもやってみてください。クリア率 0% だったけど、意外と楽しむことができる難易度のコースでしたね。どうもご視聴ありがとうございました。